こんにちは、渡辺水香さん。動画の方ありがとうございます。え、私もね、あの、持論を展開した後で、うん、こういうのもね、言い訳が欲しいんですけども、世の中の常識とか現状ってのは十分理解してるつもりなんですよね。ですんで、うん、共感もかなりするんですけども、でもやっぱりそれでもね、男性にメッセージを送りたい。特にロスゼネ世代の男性にメッセージを送りたい。それでも頑張ろうぜっていうところなんですよね。 結構酷なメッセージに聞こえるかもしれませんけども、でも私はそれでもね、うん、あの、諦めずに這い上がってもらいたいなと思うわけなんですよね。えー、で、あの、やっぱりね、私が10代の頃ってのは昭和から平成に変わって、それでも時代が変わったっていう感覚はないまんま、10代から20代,代へと時を移したんですけども、でもやっぱりね、女の子にモテるために、 いろんなことをやってきたっていうのは、恥ずかしながらね、本当私はそうなんですよ。え、そして私みたいな男に、あの、友情を感じてる男どもも同じでした。女の子の前で見栄を張るために、深夜徹夜でバイトをしたりね、大学の勉学に勤しんだりとか、むちゃくちゃしてるけども、そんなことをお首にも出さずに、まあ、車でデートしたりとかね、それからデートプランを立てて、 カセットテープを夜中で中作ったりとかね。涙ぐましい努力ですよ。一言で言うと、女性のために尽くすのが、美徳というか、喜びというかね。あの、女の子に、それこそね、雑巾一枚触らせないぐらいのお姫様待遇をすることに、なんか美徳を感じていたね。<laughs> そんな私の生活背景があるんですよ。<laughs> ですね、よろ、女性の喜ぶとか、ことが好きなんで、それは今でも変わらないんですよ。ただ、 不特定多数の女性に対してというのよりも今は真っ先に奥さんに対して全ての労力愛情を、まあ、あの受け取ってほしいなっていうようなそんな日々なんですよねでこうなった背景っていうのはいくつかあるんですけども私の本当個人的なこれは気持ちなんでねえー、まあほとにほとんどの方に当てはまらない考えだと思いますけども、うん、私はまああのずっとねこうはモテようと思って ちょっと頑張ってきた時期もあったんですけども、結局40になるまで決まった人がいなかったんですよね。いわゆる持てなかったわけなんですよ。で当然、お金も全然ありませんでした。30代の10年間はビジネスをやってもこけて、派遣会社の面接を受けても一社も通らずに、それこそ10年間で100社ぐらいはね、受けたんですけどもね、随分年下の上司に、まあ、あの、面接をね、お願いして、ことごとく落ちて、 あんた今まで何やってたのそのくらいまで言われたりとかね。うん、ちょっと恥ずかしい思いもしたんですよね。で、その時は、この状況だったらね、あの、絶対に、あのー、女の人を大切にできるわけないなと思って、まあ、仲間もね、結婚とかね、特定の恋人を諦めていたところがあるんですよ。短期的には付き合うことができても、深入りしていくと、私に対して、可能性がないというふうに、いわゆる化けの皮はすぐ剥がれるわけですし、小手先のね、 優しさや愛情なんて振り向けてもじゃあ人一人の人生を背負っていけるのかってことを考えたらまさにメリットデメリットなんですけども久保哲郎と結婚して5年後10年後20年後何のメリットが私にあるのっていうふうに多分ねたくさんの女性には思わせたんじゃないかなと思うんですよそれは私が言うまでもなく私の抱えてる本音でもあったんですよ私の方もね女の子ととりあえず結婚すれば 暮らしは楽になるんじゃないかな。とりあえず生活コストをいくらかこの子も稼いで支えてくれるんじゃないかなみたいな目論見みもあったんでね。だからこそ私は、あ、自分はもう、うん、誰か女性をね、自分の家庭に迎え入れるっていう資格はないなと思いましたね。そこはちょっとね、あの、多くの方と違うところかもしれません。多分男性の立場としては、結婚したら共働きで、 家事も分担するけれども、金銭的には楽になったりとかね、協力してやっていくことを、いろいろと思い描くと思うんですよ。ただ私はですね、やっぱ結婚観については、うん、全部俺がやるみたいなところがね、スタートラインなんですよね。全部俺がやるんだけども、奥さんがやりたいことがあったら、それはどうぞどうぞっていう感じですよね。だから、男が稼いできてるんだから、お前家事やれよっていう感覚もなくって、いや、俺は稼ぎもするし、家庭のこともやるし、家事も、 なんだったら育児も出産以外は全部任しといてよって感じなんで多分こういうね考えの人は少ないのは本当に100も承知なんですよで現実こういう気持ち持っててもできるわけないじゃないですかね金銭的なあ問題と時間的な問題とでね多分できないと思うんですよまあ主にはお金の問題でできないでしょうねやっぱり働きに行って生活費を稼ごうかなと思ったらそれこそ 家のことは奥さんがやってくれないと、うん、とてもじゃないけどヘトヘトになって帰ってきてねで奥さんを喜ばしたりとか家事やあ掃除などを細かくやるっていうのはかなり負担だと思うんですよできれば男性からするとね帰ってきたら全部家のことが終わっていてああよかったで時には出張の準備とか自分のネクタイシワがないようにアイロンかけてくれてたらいい奥さんだなっていうふうに感じるものだと思うんですよね。まあ、つまり、結婚によっってて、相手の力を使って よよりり豊かに、に便利にしていこうという、とその力学は絶対に働くと思うんでで、すよね。で私はあのどちらかというと持てなかった人生もあったんでいやこんな私ですからもし私と一緒に暮らしていただけるなら私は奴隷のように自分の人生を捧げさせてもらいますよみたいなね、まあ、そのぐらいの卑屈な思いがあったんですよでも実際にご縁いただいてね今の奥さんと知り合った、 その、まあ、瞬間と言いますか、まあ、私はどちらかというとあこんな素敵な女の子しかも私よりもね、あのー、17歳も若いわけなんですよね。で私がで知り合った時には彼女はまだ22歳で社会出立てでですねそれこそこれから自分の力を試していこうかなって時期だったんできっとねこういったあれですけども今奥さんがいないところなんでこうやって喋ってますけども、あのー、きっとですね 自分の力で生きてきた経験は多分なかったと思うんですよ。うん。あのー、親に支えられて生きてきた部分と、それからね、えー、会社勤めをしたり、アルバイトをしたりしても、まあ、いわゆるチヤホヤされる年代だったと思うんで、厳しい面には合ってなかったと思いますしね。まあ、時には、あのー、もしかしたら誰かに支えてもらった時期もあるかもしれませんよね。うん だから本当に自力で生きていくことが本当に大変なんだなっていうのをまさに感じる前だったと思うんですよね。でそこに私のようなお父さんのような年齢のね男性が来てで、まあ、彼女のこれは気持ちなんですけどもまず私に対してもう本当にあこの人いい人だな、まあ、いわゆる好感を持ってくれたんですよね。で私が何かアプローチをする前にもうすでにもうそういう気持ちがあったんであとは私がどう演じるかだけだったんですよ。 で、私はどちらかというと、こんな若い女の子をね、私みたいな、あのー、もう生き遅れたお,おじさんがね、これから40歳から50歳に向かおうとして金もない人間が、まかり間違ってね、こう田舎になってしまったら迷惑かけるだけだなと。で、相思相愛になったら、この子の親にも迷惑かけるだろうなと思ったんで、この気持ちはやっぱりね、うん、なんとか打ち消していこうかなとは思っていたんですよ、当初は。でも、そうならずに、彼女も、 ものすごく積極的なアプローチでしたしたね私ももう無視できないような関係になりましたで立場としては私が会社の社長で社員も何人も雇っていてで末端のアルバイトとして彼女が入ってきてくれたんですよね、まあ、ですんで会社の仕事もそうですし社会的なね常識とかも指導する立場にあったわけですよでそうなると本当親子の関係であり上司部下 しかも会社のトップと会社の底辺っていうかね、ラスっていう感じで、あの、極端な関係だったんですよね。まあですんで、今みたいな結婚生活を送っても、五分五分でやっていこうっていう感じでは、もう私未だにないんですよ。でも、やっぱり五分五分っていうね、言葉を私なりに解釈すると、9対1とか10対0でも五分五分の関係だと私は思ってるんですよね。あの、まあ、彼女に、 何一つ、うん、実際には依存はしていませんけども、でも精神的にものすごくね、いてくれてよかったないてくれるだけで本当にこんなに自分の人生というのは豊かになるんだなだったら、彼女の存在が私の全てと、もう同等である。もしくは私の全て以上のものだというふうに私が素直に感じるんだったら、他の誰がどう見てもね、うん、捧げていくメのものは全部捧げていこうかなっていうふうな気持ちになったわけなんですよね。 でそしてもうすでに出会って10年ぐらいになるわけですよね。結婚生活も5年過ぎましたしね。ぐだぐだといろいろ申し上げましたけどもあの、ここまで整理するとね、私の考えっていうのは、多くの方の現実とは全く相いれないところは本当自覚もしてるんですよ。ただ、うん、やっぱり水香さんが言われるようにね、昭和の全時代的なその常識っていうものを抱えすぎてるんじゃないか、皆さんっていうところもあるんですよね。家事は トン働きになっていても、基本的には女の人がやると。男は仕事さえやっておけばいいと。休日には、自分の家で寝転んで、ぐだぐだして何が悪いのと。で、男が結婚したからって言って、趣味は自分の世界なんだから守っていくと女性は自分のね、いろんな、あ転職なり、スキルアップなり、それこそ趣味事なり、友人関係をいくら犠牲にしても、俺の家庭のために尽くぜ、みたいな考えはね。これはちょっと全時代的すぎて、これは、 なないいんんじゃないのと思うんですよ。やっぱり時代が変わったんでね私たちが幼い頃に見ていた一般家庭像っていうのはもうなりつかなくなってきてるとそれこそ男性が基本的には支えていく経済面っていうのはそんなに大きくは変わらないけどもでも、えー、と個人、ね、年収うん個人の年収ではなくて世帯年収っていう考え方になってきたんですよね。 で一ところでは女性の家事労働はああの年収の600万700万に相当するみたいなねこんなシビアな計算まで出てくるわけじゃないですかうんでそこに私はねちょっと抵抗したいあのー、全てを捧げようと思って一緒になったんじゃないのと、ね、自分の時間やお金や労力をこの人に捧げるんだったら惜しくないと思ったから結婚に踏み切ったんじゃないかなっていうふうにね、えー、もしかしたら違うかもしれないっていうよりも 水川さんのお話聞いてたら、やっぱりそうだよねってところが多くて、結婚によって何がしかのね、相手から、まあ言ってみれば、奪えるメリットがあるから、だから結婚するんだ、というふうな気持ちっていうのは、これは全然悪いことでも恥ずかしいことではなくて、素直なところだと思うんですよ。結婚することによってさらに良くなる。ね。自分がどのぐらいメリットを受けれるかなって考えるのはね、すごくまっ当だと思うんですよ。そして同時に自分が、 相手に与えられるメリットは何かなっていうふうな差し引いてやってるんじゃないかなと思うんですよ。それが、あ4対6であったり、7対3であったり、様々な五分五分ってのはあると思いますけども、私はそこを振り切って10-0でね、五分五分なんだよと、まあ。まさに彼女ってのは親子みたいな関係であり、上司部下みたいな関係であり、そして一つの,あの形としては夫婦でもあるっていうね、こういう複雑なところがありますんで、えー、年の差もあれば、会社では、 あ職員も全然違うっていうところもこれがスタートラインになってますからねだからあの世の中の多くのほとんどの人の夫婦像と常識がかみ合わないところは十分あると思うんですけどもでもやっぱり忘れてほしくないのは男はももうちょっとがっととていいいんじゃないかなか、うん、仕事で疲れたじゃなくて「いやこんなん疲れたうちに入んねえよ」っていうふうに見えを張ったり意地を張ったりする瞬間 そこになんかね、男なりの美徳とかかっこよさを感じてもいいんじゃないかなと思うんですよ。もうちょっと強がれよと思うんですよね。こんなんかすり傷だぜって言ってね、したたる血を抑えながら笑顔で戦いに行くみたいな、その少年ジャンプみたいな姿を私たちは見て育ったはずなんで、うん、なんかね、もうちょっと生きがってもいいんじゃないかな、強がってもいいんじゃないかなと。 私は弱いんですみたいなことをすぐに訴えかけていったり、ああ、もう鬱になりましたとかじゃなくて、それはそれでしょうがないのかもしれませんけども、でもね、俺がやらなければ誰がこの女の子を守ってくれるんだ俺が立ちはだからなければ次の世代は一体誰がね、守ってくれるんだっていうぐらいの、なんかね、特効精神って言うとまたね、あの、物々しい天皇誕生日のメッセージとしては、そう、不うかもしれませんけども、まあ、けどね、あのー、全部をまとめて言うとね、 ああ、この自分の家族のために、自分の奥さんのために、自分の子供のために、俺は命を懸けても全く惜しくないぜって思える、そんなね、フレッシュな心っての私はね、ほんとこの年になって出会えて、もうそういう意味でね、人の存在、彼女の存在、奥さんの存在っていうのがね、神々しくてしょうがないですね。もうそれこそ毎日これ直すみたいな感じです。まあそうやって生きてるわけですから、まあ奥さんもね、あのー、 ね、はっきりとねここで言うのは恥ずかしいんですけどもえ本当に私との出会いに感謝してくれてそこまでやってくれて本当にねありがとうありがとうありがとうみたいな感じなんですよ毎日そんなこと言われたらねこっちがもますますねいやいやこんなん俺にまず序の口だよと俺の力を見くびるなよとお前をどんだけ幸せにできると思ってんだそしてお前を幸せにすることによって俺はこんなにねあの男としての喜びオスとしてのね 矜持にたけるんだよみたいなね。それ本気でそんな話しますからね、恥ずかしくもなく <laughs>。まあ、ここで言うのは恥ずかしいんですけどね。うん、だからもう見えっぱりとかいじっぱりで、なんかこう、本当に空元気だけでね、やってきて、たまたまビジネスが当たったり、体のが当たったりとかして、金銭的には豊かになって、で、自由な時間も持てるようになった。でもそこにあぐらをかかずに、日々、ああでもない、こうでもないと、物事を考えてみたりね、あいろんなビジネスに挑戦してみたりとか、まだまだ、 勝負は終わってなないいぜみたいな感じそして大和くんがこれから大人になろうとしてる時に「この親父でいいのかな?」と「俺の親父大丈夫か?」って思わせないようなねまさにどんだけ叩きのめされても何度でも立ち上がってくるそんなねご老体だからやっぱりね私覚悟してるのはねちょっと話全然バラバラいっちゃいますけども私がおそらく。 ヤマト君がね、20代か30代の時に、三十代の時に私は死ぬでしょう、ね。だって50歳ぐらい差があるわけですよ。ヤマト君が25、五6歳の時に私は75、6歳なんですよ。ヤマト君が30代半ばの時に私は80代半ばですからね。さすがにもう死んでるか、死にたいでしょうね。でも、その常識を打ち破って、平均年齢がその頃はね、80歳になるのか、90歳になるのか分かりませんけども、私は平均年齢とか、世の中の常識的な、 あの80代90代みたいなの無視してね君臨してやりたいなと思うんですよねもう本当に、えー、もう怪妖怪じゃねえかみたいなね老人になってやろうかなとだから今50歳を迎える前からどんな80歳になってやろうかなと80歳になるまでにはあと30年あるから30年相当時間と意識と金をかけてねモンスター80歳になってやろうかなみたいな野望があるわけですよね まあ結婚観ってのは人それぞれだと思います。そして大多数の人はあやっぱりね結婚によって時間がなくなり結婚によってお金がなかなかなくなり結婚によって自分の趣味事とか自分の人生を脇に置いてっていうことになってそこにね一定のなんか損した感っていうのがあると思うんですよ。うん。でもその人生を選んだのは一体誰なのかなっていうこととかっていうのはどうしてもね私が言うまでもなく切り離せないとこだと思いますし これからもいろんな場面でねあ結婚しなきゃよかったって思う瞬間ってあると思うんですよでも同時に結婚してよかったっていう瞬間を探すこともやめてほしくないなぁと自分がなんかね不利益をこむったことばかりに敏感になるんではなくて今では当たり前のようにいてくれる人当たり前のように食べられるご飯、当たり前のように目が覚めたら横にいる存在これ もしかしたら、ちょっとしたボタンのかけ間違いで、この当たり前のような暮らしってのはなかったかもしれないいや、もっと言ったら、もっとひどい暮らしになってたかもしれないってことね、考えたときに、あ、俺の幸せは今、目の前にいる人と、周りにいる環境で作られているんだなっていうふうに、もしね、少しずつでも気づけることがあるんだったら、それが多分平和を作っていくんじゃないかなと思うんですよ。今、ウクライナでは、 本当に緊張が高まってねロシアの言い分とアメリカの言い分とか対立してるところだと思うんですよでもウクライナからの声ってのはなかなか聞かれませんよね、うん、でこんな大きな問題は私たちの力じゃどうしようもないんですけども自分とパートナー2人もしくは子供がいて3人4人の小さな関係はもしね生算して別れなきゃいけないことがあってもなんかありがとうで 追われるストーリーにはなるんじゃないかなと少なくともその2人なり3人なり4人っていうね一瞬でもずっと一緒に生きていこうと思った家族があの憎しみあって別れるようなことにはならないようにできるんじゃないかなとかね思うんですよね、うん、まあ、私もねあの分かりきったことばっかりこうやってね偉そうに言ってるようですけども私も自信がありませんはっきり言って自信がないけどもやることを決めてるんですよ 自分がや,めや,やることをやったからといって正解にたどり着くかは分かりませんけども人生は決断の連続ですからだからどっちつかずの答えを持っていくよりも私ははっきりと右か左か決めてそっちに進むことによって知名度を受けてもそれはそれでいいんだというふうに振り切っていこうかなと思いますねこれからもうんまあ強がっていますけども結構怖いですよ本当に。 これで良かったんだろうかと思いますし結婚間の話に戻りますとね私は自分の今の奥さんをね本当に俺んとこ来てもらっていいんだろうかお母さん、ね、彼女のお母さんですよお母さん俺なんか本当に良かったんですかねみたいなねそんな思いがあるんですよだからますますね少なくとも私だけは結婚しなきゃよかったっていう風に 思わないように、これからの人生をね、作っていきたいなと思っているところですよね。まあ彼女がプラスアルファで、ああ、この結婚は、もう本当に1ミリも失敗ではなかったってね、30年後、40年後に私が死んだ時に思ってくれれば、本当に嬉しいなと思いますけども、答えはまだまだ出てませんね。結婚っていうのはおそらく回答が出るまで50年ぐらい、私の力量ではかかると思いますんで、うん、だから50年の時間をちゃんといただけるのかどうか、 50年という時間がいただけずにその途中でどうにかなっちゃうのかどうかそれはもう分かりませんしそれが正解か不正解かっていうのはもう全く分かりません未知数ですでも私なりに今ねたった一人の人を愛せることには奇跡のようなね喜びを感じてますよ、うん、私はもともとそんな人間じゃなかったんでね本当にどうしようもない女癖の悪い人間でしたからね、うん、今思ってもね恥ずかしいことの連続でございます、はい、渡辺水香さんあの ここまでです、私の話はまたね別の機会でいろんなお話しさせていただくと思いますし私も自分の考え方が変わることがね大いにあると思うんですよ思い上がってたな違ったなみたいなことだから私は自分の考えを正解だというつもりもありませんしこれからもこの考え方でいくかどうか本当に自信がありませんただ今日この時点で自分の考え方を輪切りにすると今お話したような言葉になるんですよね、えー これがね格好もつけずに罪貸さずに、えー、まあ,あお話した私の本音ですね、うん、でも本当に思うのは「ありがとう」ですよね、うん、だからこんな私と一緒にいてくれてありがとうって言葉になりそうなんでいやこんな俺って思わないような俺になるぜみたいなね <laughs> そのぐらいが強がらせてほしいなというというころでございますえー、それじゃあね渡辺水香さん本当にいつもいろんなことで気づかされることばかりでございます うん、もう裸一貫になったつもりでまた一から主要に励みますありがとうございましたお疲れ様です